ところじゃな。背中からすっぱりと毛さがけに切られたと思うだが、不思議なことに怪我一つしておらねば。わし、あれは確か縄文前、雪の城様に狼藉物が突然切りかかり、思わずこの身を立てとかばって倒れたはずが。ここは何というところやら。あの世なら、せめて迷わぬように誰ぞに問いたいものじゃな。 人から法の結界は君中に張られ、もはやどこへも行けぬ。悪逆無道の罰当たりに。わらわは脳臭鏡の桃姫。術が破れ、 体から こちらの魂が押し出されてしもうたわ。その声、忘れるはずもない。あの夜、雪の城様を襲いし、狼藉者の声ではあるまいか。いかにも相違ない。あの人たちこそが切った相手に乗り移る。今やその五体のことごとくがこの伊豆那陣九郎のもの。